パタヤに移動してきました。今回の泊まるホテルはケープディラというホテルです。宿泊先の施設としてはお風呂がこんな感じになってまして、ここがガラス張りになってます。お風呂と洗面台とシャワールームになってます。で、トイレがついてます。で、ここは鏡になってます。そしてですね、もちろん海辺なのでこのビーチサンダルが併用されてます。ついてますね。ベッドの方がこんな感じになってます。そしてですね、まあこの辺はどこのホテルでもあるようなソファーと、でなんといってもこの眺めがもうすぐ海なんですよ。ちょっと開けてみましょうか。すごいですね。ベランダに椅子がありまして、海があります。海が一望できるようなホテルですね。なかなかね、ここ安かったんでコスパ的には相当いいと思います。はい、こんな感じでパタヤの海が一望できます。それでは楽しんでいきますんで、また撮ります。あそこがロビーになってます。ロビーからこういう感じで真正面に見えるのがプールになってますね。そしてプールの奥が、海になってます。ちょっと見にくいかな、まだ。で、バーカウンターがありまして、その奥が海になってます。それではちょっと海の方に行ってみましょう。綺麗でしょう、だいぶね。なかなかいい感じのロケーションです。これ多分夕日超綺麗だと思う。それでですね、やっぱね、白人の方が多いですからね。あ、風が強い、すごいな。プールになってまして、奥が海です。これテンション上がるでしょう。海が一望できますよ。すごい綺麗。ちょっと下に降りてみましょう。すげえな。はあ、これはね、なかなか日本では見れないな。へえ、すごい。下もプールになってますね。あっちでも休めるのかな。ちょっと行ってみましょうか。今下に降りてるとこなんですが、すごい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 。浜辺になってますね、もうすでに。で、またここにバーカウンターがありまして、プールと海と、こんなところでゆっくりできたら最高ですね。へえ、いいじゃん。で、なおかつここを登るとそこの、なんだろう、ちっちゃい建物で上から見れるような感じになってます。